か？綺麗な宝石だね。でも何に使おう？何これ？よくわからないけど、なんだかすごそうだな。次はどこに向かうつもりなの？ソフィー、ブラッパー、いるかしら？あ、レオンさん、どうしたんですか？どうしたもこうしたもないわよ。ブラッパーの服が出来上がったから持ってきたの。はい、これ。これはどうかしら。動きやすさを重視しつつ、女の子らしさも取り入れてみたの。レオンさん、このお洋服すごいです。ええ、私もここまでの完成度になるとは想像していませんでした。気に入ってもらえたみたいでよかったわ。はい、すっごく気に入りましたね、プラスタ。はい、割と好みの衣装です。それはよかった。じゃあそろそろ私は失礼するわ。早くその服を着ているところを見せてちょうだいね。約束よ。はい、約束です。ありがとう。それじゃね。やっぱりレオンさんってすごいね。こんな素敵なお洋服作っちゃうなんて。ええ、これほどの技術を持っているとは。私の目から見ても彼女はただ者ではありませんね。うん、とにかくこれでプラフタ人間化作戦も一歩前進だね。フリッツ、できた。ついにできたぞ。できたって何がですか？プラフタの体だ。私の体。ああ、自信作だ。あどけなさを残しつつも凛とした表情を表現した頭部。体
体も少女特有の曲線美を生み出すことに成功した。そしてもちろん耐久性も可能な限り高めてある。まさにまさにこれは私の最高傑作と言っても良い出来だ。そうなんですね。でも本当にこのお人形可愛いです。ああこれなら十分プラクタの魂の器に足ることだろう。はい、ありがとうございました、フリッツさん。うん、それでは失礼する。フリッツさん、すごい頑張ってプラフタの体作ってくれたんだね。ええ、この人形からはとてつもなく強いこだわりが感じられます。うん、フリッツさんに感謝しないと。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じ。どの釜がいいかな。それじゃあ、はじこの材料は何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだ。うん、いい感じ。このそれじゃ一気に仕上げていきた。レベルアップ。何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで。どの釜がいい。それじゃあ始めよう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。これはここ。うんうん、好調好調。うん、いい感じ。よし、いいな。うんうん、好調。これはここっと。この子それじゃ一気に仕上げきた。どの特性を引き継ごう。これでいい。よし、出来上がり。人形の体に人形を動かすためのねじ巻き、着せるお洋服に魂を移すための隔離用の羅針盤。うん、全部揃ってる。プラフタ、プラフタを人形にする準備が整ったよ。まさか本当にやってのけるとは。正直驚きました。ここまで準備するのは大変だったでしょう。ありがとうございます、ソフィー。うん、私だけじゃこんなことできなかったよ。フリッツさんやハロルさん、レオンさん、コルちゃん、モニカにオスカーにジュリオさんも、とにかくたくさんの人に助けてもらったからやっとここまで来れたんだよ。それでもソフィーが頑張ってくれたことに変わりはありません。ですからお礼を言わせてください、ソフィー。私のためにありがとうございます。ちょっとプラフター、そういうこと言うのはまだ早いよ。そういうのはちゃんと人形にできてから言ってよね。そうですね。うん、よし、それじゃあまずはプラフターの体を組み立てちゃおう。体にねじ巻きを取り付けて、よいしょ。あとはお洋服を着せれば。
が私の体。うん、そうだよ。あとはカクリオの羅針盤でプラフタの魂をこの体に移すだけだね。はい、そうすればいよいよプラフタを人形にできるんだ。そうだ、どうせだからオスカーとモニカも呼ぼうよ。一世一代のプラフタのお披露目会なんだからさ。あ、いえ、その必要は。じゃあちょっと私みんな呼んでくるね。もう本当におせっかいですね。プラフタの記憶が戻らないって悩みは聞いたけど、まさかこんなことを考えてただなんて。前々から思ってたけどさ、たまに突拍子もないこと始めるよなソフィーって。いくらプラフタが元人間だからって普通本を人形にするなんて考えないぜ。確かにそうかも。でもプラフタのためだから。ずっと記憶がないままだなんてかわいそうだし、やれるだけのことはやってあげたい。そう思ってたら止まらなくなっちゃって。無鉄砲っていうか、後先を考えないっていうか。まあでもオイラはそういうところがあってのソフィーだって思うぜ。え、そうね、そこがソフィーの長所なのかも。やめてよ二人とも、なんだかむずかゆいよ。あれ、こんな時にお客さん。やあソフィー。めくれとアトミナ、どうしたの。何か面白そうなことをやっている予感がしたから来たの。その予感は当たったみたいだね。もしよければ僕たちも混ぜてくれないかな。あ、そうなんだ。二人にもお世話になったし。よし、わかったよ。二人ともぜひ見ていって。ありがとうソフィー。感謝するよ。それでこれから何をしようとしているんだい。あのね、今からプラフタを人形にしようとしてるんだ。プラフタ？ああ、あの本のことだね。それは素晴らしいわ。そんなすごいものを見せてもらえるなんて。うん、感激だ。じゃあ僕たちはおとなしく見させてもらうとしようか。よし、じゃあそろそろ始めるよ。今は他にやることが。ソフィー、行くよプラフタ。はい、よろしくお願いします。うん、お願い、カクリオの羅針盤、プラフタの魂を導いて。プラフタ？ソフィー？そのようです。ソフィーと同じ目線で立つというのはなかなか新鮮な感覚ですね。私もだよ。隣にプラフタが立ってるなんて夢みたい。何を言っているんですかソフィー。これは夢ではなく紛れもない現実です。あなたが叶えてくれたこの上もない素晴らしい現実なのですよ。改めてお礼を言わせてくださいソフィー。私に再び体をくれてありがとう。私のために頑張ってくれてどうもありがとう。プラフタ、よかった、よかったよ。ソフ
泣くようなことではありません。喜ばしいことなのですから。どうやら収まったかな。ソフィーのやつ急に泣き出すんだもんな。こらオスカー、そういうことは言わないの。頑張ったんだから少しくらい泣いたっていいじゃない。いいものを見せてもらったね、アトミナ。ええ、感動したわ、レクレット。でも、成功してよかったよ。正直言うと、私ちょっと怖かったんだ。人形の部品はみんなに作ってもらったものでしょ。みんな一流の人たちだから失敗はないと思ってた。でも、カクリオの羅針盤だけは私が作ったから。もし失敗してクラフタがいなくなっちゃったら、またアトリエに一人になっちゃうって。私は一切不安などありませんでしたよ。ソフィーのことを信じていましたから。クラフタ、うん、ありがとう。あ、そうだ、手伝ってもらったみんなにもプラフタのこと見せに行こうよ。あ、いえ、ですからそれほど大々的にする必要は。いいから、ほら行くよ。おいおい、あの二人完全にオイラたちのこと忘れてやがるよ。そうね、でも二人とも嬉しそうでよかったわ。そろそろ帰ろうかとも思ったけれど、さすがに家主に挨拶もせずに帰るのはどうかしら。そうだね、アトミナ、仕方ないから二人が帰ってくるまでお茶でもして待っていようか。それがいいわね。じゃあお茶の準備をするわ。遅い、いつまで待たせるつもりなの。あれモニカ、みんなも。ソフィーたちを待ってたのよ。いきなり出て行っちゃったから帰るわけにもいかなくて。おいらお菓子の食べ過ぎでお腹パンパンだよ。まさかこんなに長いティータイムになるとは思ってなかったよ。そうかしら、私は楽しかったから。ごめん、つい話し込んじゃって。いえ、ソフィーだけのせいではありません。私も久しぶりの会話につい盛り上がってしまい。もういいわ。それじゃあ私たちはそろそろおいとまするわね。あ、うん、今日はありがとう。あと本当にごめんね。いいっていいって。その代わり今度また八百屋を手伝ってくれよな。ソフィー、今日は実に素晴らしいものを見せてもらったよ。それじゃ、さよならソフィー。
トミナ。ええ、めくれた。もうすぐ私たちの願いが叶う。ねえクラフト、前にした約束覚えてる？約束ですか？うん、人になったら一緒に遊びに行こうっていう約束。まあ人じゃなくて人形だけど。どうかな。そうですね、ぜひご一緒させていただきます。よかった。じゃあ早速出かけよっか。どうプラフター、ホルストさんのお茶いい香りでしょう。はい、とても上品な香りがします。味も美味しいんだよ。プラフター、飲んでみなよ。この体は飲食をしても問題ないのでしょうか？大丈夫だよ、多分。いやー面白かったね。はい、さまざまなものを見ることができましたし、ソフィーとのお茶も大変素晴らしい経験でした。こんなにはしゃぎ回ったの久しぶりな気がするよ。そうですね、私の場合500年ぶりでしょうか。人の姿とはこれほどまでに楽しいものだったのですね。こんなことを思い出せたのも全てソフィーが私に体をくれたおかげです。プラフタが喜んでくれたなら私も頑張った甲斐があったよ。でもね、まだまだこれからだと思うんだ。だからね、まだここは中間地点なんだよ。最終目標はプラフタの記憶を全部取り戻すこと。ソフィー、そのために私もっともっと錬金術頑張るからね。こんなところで奇遇ね。うん、モニカはここで何してたの？ちょっと歌ってたのよ。たまには聖歌以外も歌いたくなっちゃって。そうなんだ。あ、言っておくけどもう歌の練習は終わりよ。だって誰かに聞かれるのは恥ずかしいもの。でもいつも教会で歌ってるよね。あれは合唱でしょ。一人じゃないから大丈夫なの。それに一人だと緊張するし。緊張？モニカなら歌手にだってなれると思うのに。さすがに歌手は無理よ。私のは所詮趣味だしね。いいと思うんだけどな。いいの？それじゃ他に用があるからもう行くわ。またねソフィー。あ、うん。
ーツさん。おお、ソフィーか。どうかしたのかな。私、フリッツさんに改めてお礼が言いたくて。プラフタもすごく気に入ってるみたいですよ、あの体。それは何よりだ。私もこだわった甲斐があったというものだな。どうだ、もしよければこれから私がこだわった箇所について一つずつ話をしようか。それはまたの機会に。そうか、それは残念だ。しかし、フラフタの体作りは私もいい経験になった。まさか人形に魂を宿らせることができるとは。錬金術とは本当にそこが試練だ。そうですね、私もまだそこまで錬金術には詳しくないけど、でも錬金術って本当に夢みたいな力だなって思ってます。私は門外漢だから参考にならんかもしれんが、君は筋がいいように見える。せっかく持ち得た素晴らしい術だ。このまま修練を続けるといい。はい、ありがとうございます。しかし、プラフターを見て思ったのだが、自立して動く人形というのもいいものだ。今度人形劇に取り入れられないかどうか考えてみるか。それも面白そうですね。おいらもうクタクタだよ。ああ、俺も未だになれないな。あれ、オスカーにハロルさん、珍しい組み合わせですね。やあソフィー、ちょうど会合があってさ、その帰りなのさ。会合？それぞれの店の代表が集まって、いろいろと話し合いや近況の報告をするんだ。そう話すことなんてないんだがな。母ちゃんが立て込んでてさ、オイラが代わりに出てきたんだ。そんなのがあったんだね。あれ、もしかして私も出ないとまずかった？ソフィーんとこは会合メンバーに入ってないから関係ないぞ。今まで呼ばれたことないだろ？うん、ないけど。特定地域にある商店会の会合だからな。ソフィーの家は離れたところにあるから対象範囲外ってことさ。そういうことだったんだね。それならよかった。どんな感じだったの？かもなく不可もなくという感じかな。何もないのが一番だ。それじゃ俺は戻るとしよう。すればいいのに。そうかな。でもテスさんだっていつも同じ格好ですよ。私のはお店の制服だからね。あ、そっか。そういえばそのウサ耳も制服の一部なんですか？これは私のオリジナルだよ。マスターも許可してくれたんだ。ホルストさんってウサ耳好きなんですか？人聞きが悪いですね。ウサ耳は子供受けが良いので許可したまでです。そうなんですね。初めて知った。
私はてっきり男の客受けがいいからだとばかり。これ以上は突っ込まない方が良さそうだね。はい。どの依頼を引き受けてください。あれ。ありがとう。ブラフタ、いるかしら。ここにいますが、私に何かご用ですか？ええ、あなたにすごく大事な用事があるのよ。ブラフタに大事な用事？一体何だろう。今日は私の服を着たプラフタを見に来たの。この間はあまりじっくり見られなかったから。そういうことですか。いいよねプラフタ。まあ特段構いませんが。やったわ。それじゃあ早速。いいわね。やっぱり似合ってるわ。でも伸縮するとはいえ少し小さかったかしら。男は食い込んじゃってるわね。レオン、あのそこまでジロジロと見られるのはその少し羞恥心が。ああごめんなさい、私ったらつい。あ、いえ。ねえプラフタ、この服を着てみた感想を聞いてもいいかしら。感想ですか。動きやすく着心地がいいです。私としては大変気に入っています。プラフタったらよっぽど気に入ったのか。たまにお洋服見つめてはニヤニヤしてるんですよ。ソフィー、いつ私がそのようなことを。しょっちゅうしてるじゃん。いいな、私もレオンさんにお洋服作ってもらいたいな。そう、そこまで気に入ってくれてるなら私も嬉しいわ。さてと、満足したから私は帰るわ。それじゃあね、二人とも。ソフィー、改めて聞きますが、いつ私が自分の服を見てニヤニヤなど。さてと、そろそろお仕事しなきゃな。ソフィー、どこで見たのです。言いなさいソフィー。